こんにちは。京都教育大学大学院教育学研究科美術教育専修1年の太田風斗と坂本雄一です。私たちは昨年、京都国立近代美術館の所蔵作品を触って鑑賞することのできるツール、触るコレクションの制作に協力しました。触るコレクションは、京都国立近代美術館が平成29年度から進めている感覚を開く新たな美術鑑賞プログラム創造推進事業の一環として制作しているもので、京都教育大学も協力団体として参加しています。この事業は視覚に障害がある人々と共同しながら、触ったり音を聞いたり対話したりとさまざまな方法で美術鑑賞を試みながら、これまでの美術館での視覚中心の鑑賞体験を問い直していくプロジェクトです。触るコレクションはこれです。作品の図版と作者名、制作年などの基本情報を印刷した紙製のファイルの中に、作品の内容を触って確かめることのできる触察シートと呼ばれる図、そして作品の色味や構図、作り、感じ取れる内容など鑑賞の手がかりを織り込んだ文章を点訳してエンボス印刷した展示シートが入ったツールです。この内容は墨字でファイルの裏に印刷されています。今回は当館の所蔵品の中から洋画、日本画、工芸作品を1点ずつ選び挑戦しました。触察シートの印刷には、各作品の表現方法に合った技術を選択し、それぞれ異なる手触りになっていることが特徴です。印刷方法はファイル裏の作品解説の下に示しています。私たちは主にこの展示シートの文章を考えました。目が不自由な方々がどのような作品か分かるようにするための基本的な情報と、私たちが作品から感じ取った雰囲気や想像を膨らませた物語などが生き生きと楽しく伝わるように努力しました。